それからね、あとね、不祥事ね。はい、不祥事。不祥事、やっぱあるんですよね。はい。で、ね、不祥事なんですけど、1993年にね、まあ、大手5社によるシール談合っていうのが結構当時あったと。はい。で、これね、実は、まあ、首謀は大日本だったんですけどね。お、突破もこんなのが入ってるんですよ。うんうん。業界談合するって言ったらやっぱりね、突破と大日本は談合するしかないですよね。そうですね。はい。で、実はね、大日本はこの後ね、公共のシール談合って、いわゆるその、まあ、談合ですから、いわゆる、ね、公共のそういった、ところから一切かなり手を引いてるんですよ。おー。だから、いわゆるその観光庁に対する売り込みっていうのは、まあ、控えて、とにかく民間主導で営業、お客様を快適化してきたっていうことで、これちょっと立派だと私は思ってるんですよね。そうですね。うん。一方、突破はね、これね、また2016年に、これ突破ホームズって会社が、日本年金機構への入札談合でまたこれやられてます。はい。これね、突破はね、1993年にもう談合でやられてるんですけど、これね、また同じことを繰り返してるんですよ。まあ、20年ぐらい経ってますけどね。はい。だから、で実際突破のビジネスの大きなところって、やっぱりいわゆるその何て言うんですかね、観光庁、地方の行政機関とかの BPO ね、ビジネスプロセスオートメーションとか、そういうのを請け負ってるんで、この辺がちょっとやっぱりその差としてあるかなというのが、その山木の印象ですね。これからやっぱりこういったこう何て言うんですかね、企業の信用を著しく低下させるような、まあ、コンプライアンスに関する要求は相当高いですからね。うん、まあ、そういった意味じゃね、この大日本は、まあ、なかなか、まあ、この何、談合とかいうのは相当やっぱり社内で厳しく、うん、やられてる可能性がありますよね。ただ2007年に個人情報流出のバカでかいの一発やってます。うん、まあ、これもね、まあ、個人情報に対する要求って、まあ、相当やっぱりどんどん上がってるんでね。はい。うん、まあ、そういった意味じゃ過去の経緯からすると、まあ、大日本はかなりこの辺もきちんと対応してるんじゃないかっていう、まあ、ちょっと期待というかがありますよね。はい。それからね、まあ、文化の差ってことで、そのまあ、いろいろこうある中で一つ気になったのは、まあ、突破がね、B2B を得意としてると、まあ、B2B だから結局、まあ、観光庁も含めたところですよね。大日本はその印刷以外の現れてるということなんだけど、これちょっとはですね、技術の突破に対して営業の大日本、突破は内向き、大日本は外向きと、まあ、そんなような、まあ、カルチャーがあるっていう、まあ、記述がありましたってことですね。これ真実とかは分かりません。ただその社長を見ても技術系の社長が結構なってますよね。はい。大日本はもう法科とか、あとは慶応経済ですからね、はい、やっぱりその技術よりはどっちかというと営業っていうか、いわゆるコマーシャル系のトップなんで、コネクションっていうのは見えますね、これね。そうですね、うん、その辺はやっぱり少し、まあ、全体としてあるのかなっていう感じですね、うん、はい。こんなのがですね、両者のまあ比較という感じになってます、はい。それで、まあ、ちょっとまた戻りましてね、まあ、その辺がここに、まあ、ずっとありされてるんですけど、で最後ね、まあ、今後の2社のチャレンジと、まあ、いうようなことで、まあ、ちょっと山木の独断と偏見でコメントしたいんですけど、まずね、2社はお互いを見ながらずっとこうやって、まあ、成長してきたわけですよね、はい。でここコロナのところでも意外にそれほどの落ち込みがないですよね。うん。株価も結構堅調でしたよね、はい。だから、まあ、今後ねまたこの2社はお互いいいライバルでやっていくんだけど、まあ、そろそろね2社の構図じゃなくて、もうちょっと他のところ見たらどうかっていうのが私の案ですね。だから、うん、印刷業界とかそういうのって別に日本だけじゃなくて世界とかね。そうですね。しかも日本この2社で、まあ、もちろんそういうような技術はいっぱいあるんだけども、うん、やはりそういった意味ではもうこの突破 VS 日本っていうようなところからどれだけ脱却できるような高い視点でビジネスを捉えて、まあ、成長に持っていけるかというようなところはありますよね。で特に突破はね、まあ、業界1位っていうか形になったわけで、それまでは大日本を追い越す追い抜けで、まあ、今はかなり抜いてますけども、まあ、その次業界1位の次の目標は何なんですか、この辺ですよね、はい。それから、まあ、ちょっと気になるのがコンプライアンス問題の取り組みと、で談合関係20年前にもやられて、この前もやられてると、まあ、こういうのっていうのはね、まあ、最近そのコマーシャルなんかでもね、突破の突破という形で一般消費者向けにもイメージアップの
宣伝とかをしてますけども、そのね、なんかやらかすと一気に評判下がりますからね。はい、うん、そういった意味でのまあちょっと心配が少しあるなというのが、はい、山県の言い方です。うん、でも大日本印刷はね、まあ、これですね、3代続く北朝鮮による経営と、はい、これはやっぱりね気になる。まあ、給与がすごいですよね。だからなんかね、別にすごいっていうのはちょっと相対的ですけど、他の会社と比べて、ね、うん、まあそういうリーダーの下で本当に社員は一生懸命なれるのというね、うんうん、いうのもあるし、まあ、実際この新社長になってからも実はね、代表権を持つ社長に一つ前の会長もいますからね、うんうん、結局まだまだ幅を利かしてるってことですよね。しかもそのそれまでの社長の下で周りをきちんとサポートしてきた部下っていうのが、まあ、新社長をどれだけやっぱりちゃんと応援できるんだとか、まあその辺のチャレンジはこれやっぱり大日本大きいよねということと、はい、あとはやはりあれですよね、うん、まあ、成長のための仕組み、例えば今までこうね、大日本では情報コミュニケーション、生活産業、エレクトロニクスというところでドライブしてきたのを、今後はこの4つ、首都コミュニケーション、食とヘルスケア、住まいとモビリティ、環境とエネルギー、ここで価値を創造していくんですっていうふうに、まあ、一応そのお題目としては言ってて、まあ、これとってもいいと思うんですよね。はい、でもね、これ例えば情報コミュニケーション部門と首都コミュニケーションってなんか新しいんですかね。うーん、今はもうね、いろいろもう勝敗が同じですよね。食とヘルスケアと生活産業部門とかね、はい、あとここのこちらは飲料部門ですよね。だからこれなんかね、これまでこうやってドライブしてきた旧の、まあ、考え方と、これ新社長になってから出てきたこの4つの成長領域っていうのがよくわかんないですよ、うん、で数字は今まで通りこういうところでまとめてるしね、まあ、そういった意味じゃ本当にこういうドライブをしてどんだけ儲かったとかどんだけ成長したとかいうのがよくわからない。でこれ前回も言いましたけど、この未来の当たり前を作る、実はこれ10年以上もうすでにやってるんですよね。でこの未来の当たり前を10年前から作り出すっていう掛け声のもとに、じゃあ今この未来を当たり前を作るってことで、いくつ10年経って当時は当たり前じゃなかったものを今当たり前として大日本はやってるんですかっていうのがよく表現されてない。やってんのかもしれないけど表現されてない。だからこれはやってないかもしれないし、やってんのにその宣伝してないかもしれないし、やってんのに宣伝してないとしたら、これ社内的にも社会的にもこれもったいないですよね。はい、うん、でもしかしたらやってないんじゃないかっていう疑問すら湧いてきますよね。でそうなるとやっぱりその社長の立ったビジョンのもとにどう成長のための仕組みを作るかっていうね、そこが少し弱いんじゃないか。でそこが弱いとね、やっぱり利益もギザギザになるわけですよね。そうですね、っていう、まあ、感じがしちゃうんですよね。はい、はい、まあっていうことなんで、そのこれね、まあ、2社ね、本当にさまざまな面で見てくると、これ本当にね2つがあって、この日本のこの印刷業界を引っ張ってきた、これも間違いないし、まあ株価もそうですけど、それなりにいいところ両方行ってると思うんで、まあ、どっちを選ぶかっていうのはね、これはまあ、はい、まあ最後は好みだったりするんじゃないかとは思うんですけど、うん、まあ、この辺ちょっと注目しながら今後、はい、この2社は見ていきたいなというふうに思いますね。いやこれは本当面白い企業研究でしたね、いろんな意味で。ね、はい、はい、ということで、はい、まあね、突販と大日本は相当いろんなところに手を伸ばしていますし、はい、まあ、今後もね、まあ面白いと思うんで、はい、まあ、注目してウォッチしていきたいなと思います。はい、はい、ました。それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。